いわき湯本温泉は、福島県いわき市にある温泉。かつては、常磐湯本温泉と呼ばれていた。1300年以上の歴史を持ち、湯本の地名は、平安時代に遡る。源泉温度は58.3度で、毎分5000リットルの湧出量がある。現在は、かつてこの地にあった常磐丹田の工程を、ボーリングして、温泉を組み上げている。月岡温泉。 バンダイアタミ温泉と共に、バンエツ三美人湯に数えられている。湯本駅前から山側に、温泉通り沿いに、温泉街が広がる。共同浴場は三軒存在する。その中の、沢わこの湯は、日帰り入浴施設に近い感じである。温泉街の西側には、巨大温泉リゾート施設、スパリゾートハワイアンズが存在する。また同じく温泉街西側にある。 日本中央競馬会競争場リハビリテーションセンターには馬用の温泉入浴施設があり、しばしばテレビ番組で競争場が温泉に使ってる様子が放映される。温泉神社会湯の歴史は古く奈良時代であるとされ、古くはこの地を沢井西へと呼んだ。伝承によると傷を負った人はの単調を鶴がこの地の泉に降り立ち、弱みをしているところ。 かわいそうに思った若夫婦の旅人が傷口を丹念に洗い流したところ、その鶴は元気に飛び立ち、そして数日後鶴が化けた騎女が現れ、巻物を二人に授けた。そこにはこのお湯を開き、天示を全うせよとあり、以来そこに沢井西への湯が開かれたとされる。延長五年の演技式新名町には、この湯に鎮座する岩木郡温泉神社の名前が、 戦場されるようになり、それにちなみいつしか、日本三古戦という言葉を、宣伝文句に用いるようになった。また、平安の時代にはすでに、湯本という地名が用いられており、岩木軍の湯本温泉として知られるようになった。また、鎌倉時代には、三箱の湯として、品のお湯、名取お湯ともに三お湯に数えられている。 以上の宣伝も兼ねた経緯で神聖な湯として名を馳せ、その功能も旅人などに知られるようになり、当時の名所として発展を遂げるようになった。江戸時代には陸前浜街道の宿場としても栄えた。明治時代に入って石炭採掘が始まると、校内から温泉が多く出水した。このことは地底の戦脈が破壊されたことを意味し、1919年に、 温泉の地表への流出は止まってしまった。その後、炭鉱側との協議により、温泉が復活することができたのは1942年で、ある。スパリゾートハワイアンズ石炭産業が社用化すると、採掘に携わっていた常磐炭鉱は、石炭産業から、観光産業への脱却を図った。1966年には、常磐ハワイアンセンターをオープンする。 当時は珍しかった温泉プールやレジャー施設、その中でもフラダンスショーを目玉にした狙いは成功し、常磐湯元温泉の名を一気に高めた。センター従業員やダンサー、バンドメンバーには、単行従業員とその家族を採用するなど、失業した単行従業員、家族に雇用の場を与え、生活支援をするという側面もあった。また、現在各地にある、 温泉テーマパークの先駆的役割も果たしている。オイルショックの時は、館内の気温を調整するボイラーが、原油価格高騰により十分な室温を保てず、常磐アラスカセンターなどと揶揄されたこともあるが、その後は復活して、今日を迎えている。この炭鉱から観光へのストーリーは、フラガールとして映画化された。また、この時に、常磐湯元温泉から、 いわき湯本温泉に改名している。日本各地に存在する湯本温泉とともに、湯本、湯煙五名湯という宿泊スタンプラリーを定期的に開催している。参加している温泉地は、いわき湯本温泉の他に、ニセコ湯本温泉、岩手湯本温泉、岩瀬湯本温泉、長戸湯本温泉である。2008年1月には、 別府温泉で行われている音泊を導入し、いわきフラ音泊というイベントを開催している。音泊の開催は日本で4番が目である。2011年に発生した東日本大震災や、それに伴う福島第一原子力発電所事故で、設備、風評被害を受けた。客足は震災前より落ち込んでいるが、 素泊まり営業から食事付きを復活させた老舗旅館もあるなど、復興、再生への取り組みが続いている。旅館の一軒、古滝屋が2021年3月12日、福島原発事故について展示する、交渉館を開設した。ありがとうございます。